毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画はですね、本日私ですね、今日この後、今、ちょっと気になってるかなって思ってる人がいるんですけど、その人とデートに行ってきます。なので今日の動画は27歳独身のリアルデート前ゲットレディウィズミー撮っていきたいと思います。なんかよく DM とかで、アリちゃんって今恋してるんですかだったりとか、アリちゃんって彼氏いるんですかって DM ね、めちゃくちゃたくさんいただくんですけど、実は私ですね、ちょっと前にお付き合いしていた彼氏とお別れをしまして、まあね、その影響もあって、ちょっと今一時的にはね、まあもう恋愛ちょっといいかなとかもなってたんですけど、なんかね、最近、まあもう冬も近いし、クリスマスも近いし、今日はね、ちょっと、最近ちょっといいご縁もあったので、デートに行っていきたいと思います。はい、そしたらまずは化粧下地からやっていきます。化粧下地がこちら使っていきます。クレドボーボーテのボワールコレクチュール N です。これは秋冬におすすめの下地なんですけど、ほんと使用感がね、美容液みたいにめちゃくちゃ軽くて、しっかりと保湿をしつつも肌をね、綺麗に見せてくれる、そんな下地です。じゃあちょっと前髪を止めます。いやーっていうか、なんか最近私すごく恋愛に悩んでいるんですよ。本当に。私今ですね、年齢が27歳。まあ、私、早生まれなので、来年28になるんですけど、まあ、代として私も28の代なんですよ。でもなんか、本当に、この年になって思うのは、27、8、9あたりの恋愛って、本当に難しい。なんか難しいっていうのは考えることがめちゃくちゃ増える。なんか今までみたいに、あ、なんかかっこいいかも。あ、じゃあ付き合ってみようかな。あ、好きみたいな。そんなテンションでもういけない。ちなみに今半顔だけつけてみたんですけど、仕上がりとしては、はい、こんな感じに仕上がります。こっちがね、まだすっぴんの状態で、今下地の見つけた方がこんな感じです。カバー力に関してもね、これ適度にあって、かつね、ほんのりとだけトーンアップ効果もありますね。はい、そしたら次ファンデーションがこちら。ジョンテンブルのエッセンシャルスキンヌーダーカバーレイヤークッションを使っていきます。これはですね、今年の1月にジョンテンブルから新しく誕生したクッションファンデーションです。で、ジョンテンブルのクッションファンデーションといえば、はい、こちらですね、スキンヌーダークッション。これがね、もうめちゃくちゃ有名だと思うんですけど、このクッションと今回の新作のクッションの違いをね、すごく簡単に言うと、新作のこっちのクッションの方が簡単に言うとカバー力が上がっています。なんだけど、これただカバー力が上がっただけじゃなくって、なんかね、例えるならば、薄いカバー力が綺麗にレイヤーとなって重なって結果的にカバー力が高くなったような、そんな感じのクッションファンデーションなんですよ。なんか単純にその濃い色をガッと乗せてカバーするっていう感じじゃなくて、薄いカバー力をレイヤーに重ねて綺麗な仕上がりになるっていう感じのクッションです。で、パッケージに関しては平均的なほんとクッションファンデーションっていう感じです。パフは丸型で、クッション中身はこんな感じ。そしたらまずは手元に出してみますね。これね、全4色展開なんですけど、私は今回ね、これ、N のライトという色味を使っています。そしたらじゃあ伸ばしてみます。はい、軽く伸ばしてみましたが、伸ばすとね、こんな感じです。これ一度塗りだけだとね、結構薄いんですけど、どんどんと重ねていくとカバー力が増していく感じですね。でも、どんなに重ねてもね、重たさっていうのは全然なくて、すごい繊細に重なっていく感じのクッションファンデーションです。ちなみにこっち側にスキンヌーダークッションもつけてみたんですけど、比較してみるとね、仕上がりはこんな感じです。で、こうやって比較すると、このね、仕上がりの質感の違いがね、すごく分かりやすいかなって思うんですけど、スキンヌーダークッションの方がしっとりとしたツヤ肌に仕上がって、で、今回の新作のスキンヌーダーカバーレイヤークッションの方がセミマットに仕上がります。並べて比較してみるとこんな感じ。うん、質感は全然違いますね。違いが分かりやすい。じゃあ実際にまずはね、こちら側半分に重ねていきます。はい、塗り終わりました。仕上がりこんな感じなんですけどね、これカバー力、本当にすごくないですか？こっちが今ファンデーションをつけた方の肌で、それに対してまだ化粧下地のみの状態がこんな感じです。もともとね、あったこういう色ムラとかがファンデーションをつけた方は、綺麗に均一にカバーされてる、そんな仕上がりです。そしたらじゃあこっち側を塗っていきますね。はい、こちら側も塗り終わりましたが、仕上がりこんな感じです。もう少し
し引いて仕上がり見るとこんな感じです。なんかね、仕上がりイメージとしてはそう韓国肌っぽいような肌トラブルをねすごい完璧にカバーしてくれるようなそんなクッションファンデーションですね、これは。で、仕上がりの質感のセミマット具合はこのぐらいのマット感ですね。すっごいなんか重たいマットっていう感じではないので、ほんとツヤとマットの中間ぐらいな質感だと思います。1個注意点としてはこのクッションね、香りはします。なんかね、スキンケアのような個人的にはすごくいい香りだと思うんですけど、無臭ではないので香りに敏感な方は少し気をつけてください。香り自体はね、これすごくいい香りです。はい、そしたら次フェイスパウダーがこちら、コスメデコルテのフェイスパウダー80番使っていきます。80番に関してはこの通りピンクベースのカラーになっているので、つけることでねほんのりとだけトーンアップ効果もあります。なんか私前にも26歳の婚活事情みたいな動画を YouTube でアップしたことがあるんですけど、その時の動画で話していた内容としては、なんか結婚願望に関してはあるけど、でもなんか今すぐしたいわけでもないんだよね。まあ結婚してできなくなることもないとは思うけれども、でもまあ独身だからこそよりやりやすいこととかはなんかたくさんある気もするから、なんか正直今はそんなにすぐ結婚したいって思ってないんだよね。でもなんか世間からの圧だったりとか、なんか年齢みたいな部分がなんか正直ちょっと気になる部分もあって、なんかちょっと生きにくいんですみたいなね話をねその動画ではしてるんですけど、でその時の話をしたのが多分私25とか26歳ぐらいなんですけど、そこから1、2年プラスして今27、28なんですよ。なんかもういよいよ本当に最近はちゃんと真剣に考えなくちゃいけないなっていうのをすごく最近は思っています。はい、そしたらお次はアイブロウです。アイブロウがもう最近めちゃくちゃ紹介してるんですけど、こちらですね、ネイチャーリパブリックのボタニカルオートアイブロウの1番ですね。もう最近アイブロウはずっとこれ使ってる気がする。ペンシルなんですけど本当にすごい描きやすくて、かつねすごいふわっとした眉毛になりやすい。そうだからね、最近結構個人的にはねいろいろ考え始めてはいるんですけど、なんかちょっとみんな視聴者さんに相談したいことが大きく分けて2つあって、まず1つ目に関してはなんかもう考えれば考えるほど彼氏にしたいタイプの人と結婚したいなって思うタイプの人がマジで一致しないんですよ。でもこれって多分あるあるですよね。あるあるだと思いたい。あるあるですよね。なんか女の子に言えば共感してくれやすい話題なのかなとは思ってるんですけど、私も結構この彼氏と結婚したい人のなんかギャップがありすぎて、なんかまあ正解とかもないとは思うんだけど、なんかその狭間ってずっと揺れてますマジで。なんかもうこれは私の中の一個の仮説なんですけど、なんか女子って結局本能的にはちょっと刺激的で危なっかしいような男の人が本能的にはなんか惹かれるのではないかってちょっと思ってる部分が私あって、なんだけどなんかそういうちょっと危なっかしかったり刺激的な人って一緒に生活するってことを考えるとなんかすごい大変そうだし疲れそうだし、なんか不安定な感じもするじゃないですか。そうだから一緒に生活をするんだったら、なんかそれこそ真面目で優しくてなんか安定もしていて話し合いもできて大事にしてくれるようなそういう人の方がいいなって、なんかみんなどんどん気づき始めてって、最終的にはみんなそういう感じの男性と結婚をするっていう流れなんじゃないかなって、私のなんか一個の仮説なんですけど、合ってますかこの仮説は。皆さんどうですか。お次アイシャドウはこちら、アミューズのアイビーガンシアーパレット1番使っていきます。これ最近 YouTube で紹介したかもしれない、もしちょっと紹介がダブっちゃったらすいませんなんですけど、最近本当にリアルにめちゃくちゃこれを愛用してて、私の顔にはねこの色がすごい漏れたんですよ。なんか最近母と話しててすごい私的にハッとした言葉があって、なんか母曰く結婚の先にあるものはなんかもう別にいつものありふれた平凡な日常生活だよって母に言われたんですよ。なんかもうその言葉を聞いて、ああなんか本当にその通りだなってめちゃくちゃ思って、なんか別に日常ってさそんなすごいキラキラワクワクいつもしてるわけではなくて、なんか普通に朝起きてなんか支度して仕事して家帰ってきて寝てみたいな、そういう本当に平凡な日常じゃないですか。そうだからなんかそういうのを共に過ごせる人をなんか結婚相手に選ぶのがきっといいよって母から言われて、いやなんか本当にその通りだなとはめちゃくちゃ思ってたんですけど、なんかどうしてもちょっと危なっかしいというか刺激的な人かっこいいって思っちゃうんですよね。なんかもうこれは完全に自分の問題だなとも思ってるんですけど、なんか私本当に優しすぎる人ちょっと好きになれないんですよね。でもこれも共感してくれる話なのかな。優しい人はすごく素敵なんですけど、優しすぎたりするとさちょっとなんかこの人かっこいいってなんかちょっとなりにくくないですか。なんか今までの付き合ってきた元彼とかをなんか振り返ってみても、なんか元彼ですっ
ごい私のことを大事にしてくれてた元彼とかがまあ何人かいるんですよ。もうすっごい優しくってすっごい大事にしてくれてて、もう毎日のようにもアリちゃん大好きだよ、アリちゃん愛してるよってめちゃくちゃ言ってくれる系彼氏だったんですけど、なんかすごい幸せだなとはめちゃくちゃ思ってたんですけど、日々でもなんか一方どこかでなんかちょっと刺激も足りないなって、なんかまあ当時若かったからかな、でもそう当時は少し思ったんですよね。まあでもその彼氏と別れた時はまあ別れた後にね、なんかその大事さに気づくというか後悔も結構したはしたので、今思うとねちょっとまあ考え方が少し大人になった部分もあるかなと思うんですけど、でもなんかまだちょっとね少しパートナーになんかその刺激的な感じをなんか求めている自分が少しいるような気がしていて、なんかちゃんと私は自分に合う人を選べるのだろうかっていう不安があります。なんだろう、これってやっぱ年齢とともに自然とタイプが変わっていくんですかね。ちょっと結婚経験者の皆さん、ぜひアドバイスをコメントで教えてください。はい、そしたら次はアイライナーです。アイライナーがマキアージュのシークレットシェーディングライナー使っていきます。このアイライナーはですね、すごく発色が影みたいなアイライナーでめちゃくちゃ薄くつくんですよ。透け感がある感じだからアイライナーなんですけど、描いてもね全然なんか目元の印象がきつくならないので、すごくデート向きなアイライナーです。そう、あと不安の2つ目がもう結婚をした後仕事と家庭の両立ができるかが本当に今からめちゃくちゃ不安なんですよ私。まあなんかさ、時代も少しずつ変わってきたじゃないですか。まあもう今の時代ね、それこそ共働きが当たり前だと思うし、そうだから女性ももっと働くようになったと思うし、男性ももっと家事をするようになった時代だと思うんですけど、そうでもやっぱりなんか、まあ、たまたま私の周りだけかもしれないですけど、私の周りの結婚した友達とかに話を聞くと、でもやっぱりなんだかんや言って女性の方が家事をなんかちょっとせざるを得ないことはほぼほぼだよっていう話をね、まあ、たまたま私の周りがそうなだけかもしれないですけど結構ね聞くんですよ私は。はい、そしたら次マスカラです。マスカラはこちらティメルのパーフェクトロング&カールマスカラ N 使っていきます。はい、こちらは私がねアドバイザーとして開発に参加させていただいた通称嘘つきマスカラと呼ばれているマスカラでございます。嘘つきマスカラは本当にめちゃめちゃデート向きです。皆さんすごい仕上がり自然なんだけど目力めっちゃ上がるし、そしてカールが落ちないです。まあもちろんねそういった家事だったりとか育児にねすごく協力的な男性がねたくさんいらっしゃるってことももちろん分かってはいるんですけど、なんかやっぱりまあ本能的なものなのかは分かんないですけど、周りの友達の話とかを聞くとやっぱりなんか女性の方が気づくことが多かったりとか、あとはなんかその求めるレベル感とか意識の高さとかもなんか女性の方が気になることが多かったりとか、求めるなんかレベル感が高かったりもするから、やっぱりなんかもう完全に平等とかはなかなか難しいよっていう話を私はね結構友達から聞くんですよ。そうでもなんかそう言われてみると、まあ、私はまだ結婚したこともなければ同棲もしたことはないけれども、なんかなんとなくわかるなみたいな、なんか私もそうなりそうだなってなんか思う部分とかもあったりはして、そうでもさ冷静にさ今のこの仕事量にプラス家事がなんか乗っかってくるって考えたらなんかもう本当恐怖でしかないって思っちゃうんですよね。はい、マスカラ塗り終わりました。仕上がりはこんな感じです。はい、そしたら次リップですね。リップがこちらユーチューのワンダーリップティントキャラメルココの色味使っていきます。世の中にはねこうやって家事と仕事をね両立してらっしゃる方がめちゃくちゃたくさんいらっしゃると思うんですけど、でも冷静にコツを教えてくださいマジで。私も絶対に仕事も家事も両方とも諦めたくないという気持ちがすごくあるので、どうにかしてこの両立を乗り越えたい。すごくマジで何かコツとかいいサービスとかあったらぜひコメント欄で教えてください。まあ、一個自分で考えたのは、まあ、やっぱり家事代行サービスを入れるとか、まあ、時間をお金で買うじゃないですけど、そういうなんか代行サービスとかを寛容に受け入れてくれるパートナーとかだったらね、なんかそういうサービスとかも使いつついい感じにバランスを取っていきたいなって思いますよね。はい、そしたら次チークがこちら使っていきます。 PHC のピーチコットンブラッシャー、これは韓国コスメのチークなんですけど、この色味もねすごくドンピシャでめちゃくちゃ可愛いほっぺが作れるのでこの色味使っていきます。なんか私デートとかもなんかそんなに男性
性にすごいごちそうになりたいっていう気持ちがそんなになくって、まあ、あの付き合う前とかだったら、まあ、ごちそうしてくれた方がちょっとキュンってなりやすいっていうのは、まあ、正直ちょっとあるかなとも思うんですけど、付き合ってパートナーになったら本当に全然私割り勘でいい派なんですよ。てかなんかもうむしろそのお金面のことは割り勘で全然いいから、そういう家庭面の家事とかもなんか一緒に協力的にできる人がいいなって思っちゃいますね。いうのをね、最近はすごいなんかめっちゃ現実的な話なんですけどよく考えてます。はい、そしたら最後ハイライトです。ハイライトがこちら、ポール&ジョーのリキッドハイライターペン使っていきます。そう、これはね筆ペンタイプのハイライトになっていまして、ここの部分をカチッとね押すとこの筆先にハイライトが含まれていく感じのハイライターペンです。まあてな感じでいろいろね話してきましたけど、まあね、でも最終的にはねご縁だったりとか運だったりとかタイミングとかね、そこの要素も大きかったりすると思うので、今日のねデートは普通に楽しんでこようと思います。いろいろね考えすぎないで、もうご縁だから、こういうのは本当に目頭の部分をちょっとキタッとさせるのが私はハイライトの好きな塗り方なので、ここにちょっと仕込ませていきます。はい、ということでメイク完成しました。ちょっとじゃあね髪の毛の方もやっていきたいと思います。今日髪の毛どうしようかな。そう、しかもちょっと今日天気も悪いんですよね。湿気すごそう。そしたら最後にこのヘアオイルですね、ナインのマルチスタイリングオイル L、 これを全体的につけてちょっと髪全体のツヤ感っていうのを上げます。前髪に関しては全部つけちゃうと重たくなっちゃうので毛先のみにつけます。はい、これで私のデート前リアルゲットレディウィズミー終了になります。いかがだったでしょうか。完成版はこちらになります。ちょっとね今日はこの状態でデートに臨んでいこうと思います。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。ちなみにですね、今回の動画はジョン・センムルさんとのコラボ動画だったんですけれども、今日ね紹介したこちらですね、ジョン・センムルのエッセンシャルスキンヌーダーカバーレイヤークッション、今日のファンデーションはこちらのクッションファンデーションでも仕上げています。このね動画を見てジョン・センムルのこのクッション気になったって方は概要欄にね詳細も記載しておくので、よかったらぜひそちらもチェックしてみてください。この動画が少しでも面白かったよとか参考になってよって方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。